で、リフト&フォールについてはもう一パターンあって、そのついてたとしたら、そのプルンっていう反動でこう、より効果的にこう扱っていけるような使い方について解説していこうと思います。はい、いつもありがとうございます。タカです。今回なんですけれども、今回はですね、ラバージグの使い方、まあ、動かし方ですねについて解説していこうと思います。まあ、バスフィッシングにおいては昔からもう元祖というか、ルアージャンルの中でもかなり古いジャンルですね。もう始まった頃からあるルアージャンルになります。で、まあ、最近ですね、まあ、多種多様というか、いろんな種類のルアーも増えて、まあ、その中でちょっと若干影が薄くなったかなっていうイメージを持つ人もいるんじゃないでしょうか。まあ、そんな中でですね、まあ、まだまだ現役かつ揺るぎないルアーのジャンルであることは間違いないと思います。まあ、ただやっぱブラシがついてて、その要するにまあカバー、要するにごちゃっとしたところですよね。まあ、こうごちゃっとしたところに対して狙っていくルアーっていう、まあ、認識の人は多いと思うんですけれども、まあ、実際ですね、やっぱ動かし方とかその使い方についてはちょっと細かい分わからないという人も多いと思います。まあ、実際打っていくだけでも全然使えるのは使えるんですけれども、まあ、今回の動画ではそんなラバージグを、まあ、状況とか、まあ、使いたい状況、狙いたい場所に対してより効果的にこう扱っていけるような使い方について解説していこうと思います。まあ、このチャンネルでは他のルアーの使い方とか考え方について動画投稿しているので、ぜひチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。では早速使っていこうと思います。まあ、ラバージグっていうのは結構幅広い使い方ができるルアージャンルになります。まあ、その中で今回はですね、5つのアクションについて紹介していこうと思います。まあ、今回ですね、ズル引き、リフト&フォール、ボトムバンピング、スイミング、ジグストーの順、この5つですね、こちらを紹介していこうと思います。じゃあ1つずつ解説していきますね。まあ、最初ズル引きですね。まあ、ズル引き普通に投げてもらって、まあ、こうカバー際でもいいんですけど、まあ、できるだけちょっと推進があるようなところの方がいいですね。でフォールさせてあげて、でズルビーでいきます。まあ竿をこうしこうさばいていってもいいんですけど、まあ全然リーディングでもいいです。ゆっくりそこを当たってるなっていう、こうなんか感触が若干伝わってくる感じですね。その感じをイメージして巻いてあげるのがいいです。でグーッとこう引いてきてたら、なんか引っかかるものとか多分出てくる場所があると思うんですけど、まあできるだけそういう場所をズルビーってきてあげるのが一番好ましいです。で例えば物にこう引っかかって、今なんか若干これなんだろう、落ち葉系かな、あ引っかかったな、引っかかったと思ったら、その引っかかったところで、シェイクしてあげる。でこの時に引っかかった若干ちょっと弾いてあげるとかしてあげることで、こうプルッとこうハンゴフっていうんですけど、プルッてこう外れるんですよね。でそのタイミングで、例えばそのもともとブラックバスってこうカバーについて、カバーとか水中のものについたりするので、そのついてたとしたら、そのプルンっていう反動でこうバイトに持っていけるみたいな形ですね。まあ、ボトムをサーチする上で非常に有効です。まあ、もちろんブラシがついてるので根がかりも少ないし、でラバーがあることによってすごいボリューミーかつゆっくり移動距離も抑えれるっていう仕様になってます。まあ、特にまあオールシーズンどのパターンでも使えるんですけど、まあ、ボトムを探りたい時、まあ、冬場とか、まあ、そういうちょっとそこを狙いたい時にこの使い方は非常に効果的です。まあ、何かに引っかかったらプルッと外してあげるとか、まあ、シェイクしてあげてプルッと外してあげるみたいな、この組み合わせでやってあげるのが非常におすすめです。まあ、渋い魚に対しても効果的ですし、まあ、ボトムについている魚に対しても非常に効果的です。はい、じゃあ次ですね。次リフト&フォール、まあ、リフト&フォールに関しても、まあ、こちらもどこの場所を狙ってあげてもいいんですけど、まあ、ちょっと推進あるところがいいですね。まあ、投げてあげて、まあ、フォールさせます。で、まあ、リフト&フォールってそのバイブレーションとかのをイメージする人が多いと思うんですけど、バイブレーションの場合はこうパッパッとこう弾いてあげてフォールさせるって感じなんですけど、ラバージグの場合はパッパッとするよりは上げて下ろす、上げて下ろす、まあ、こんな感じですね。なので竿をこう90度近くまで上げてあげる、上げて下ろす、でラインの糸吹けを取ってあげる、上げて下ろす、ラインの糸吹けを取ってあげる、まあ、これの繰り返しですね。でまあ、こうすることで、まあ、そのボトムがちょっと浮いて落ちて浮いて落ちてっていうのを繰り返します。まあ、結構リフトというよりはフォールで食わせる方が結構重要かなと思います。上げてフォールで落とす、まあ、これの繰り返しですね。でリフト&フォールについてはもう一パターンあって、さっきのですね、まあ、投げてもらってですね、まあ、こうフォールさせるじゃないですか。でフォールさせたら、今は上げて糸吹きを取ってあげてるのを、上げて糸吹きを取る、上げて糸吹けを取る、上げて糸吹けを取るっていう感じで、糸吹けを取る量を少なめにしてあげます。そうすることでだんだんこうボトムからこう上がりながら来てくれるんですよね。なので例えば足が垂直だったりとか、よりその広範囲の層を狙いたいという場合にこれ非常におすすめです。フォールさせる、まあ、ボトムにべったりを狙う場合はさっきの最初の方がいいんですけど、これはちょっとレンジを浮かしてあげたい時におすすめです。
リフトさせてフォールさせるときに糸吹きをちょっと多めに取ってあげる。徐々にこう中層に向けてリフトアンドしながら、手元に戻ってくるって形です。この2パターンを使い上げてあげるといいと思います。まあレンジですね、魚のいるレンジを想像してもらってその使い分けるっていうのがいいですね。はい、で次ですね、ボトムバンピング、まあ、こちらですね、結構ラバージグの代名詞的な使い方になるんですけど、まあ普通に投げてもらって、ちょっとバックラしたな。でさっきのリフトホールはゆっくり上げてたのを今度はもう結構激しめに上げてあげるって感じですね。でフォールフォール、まあこうパパパッと跳ねてパパパみたいな、まあピョン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 みたいな感じの動きになってると思います。まあ、これが要するにちょっとリアクション要素もあって強くしたいときに使っていけるやり方になります。リフトフォールよりもよりちょっとリアクション要素を出したいとき、まあ、渋いなってときですね、使ってあげます。でこれも2パターンあって、まあ、さっき今狙ったのが若干水深があるところなんですけど、水深があるところはさっきの使い方でよくて、例えばこの左側の今その護岸があってとか、まあ、水深で言ったらもう何十センチ、1メートルは全然ないんですよ。でそういうところに対して投げるときは投げてあげて着水したらもう1回しゃぐって回収って感じです。まあこれって何がいいかっていうと、まあ、手返しがいいんですよね。こうまあもちろんこの辺にもそのバイトのチャンスって生まれるとは思うんですけども、よりはフォールさせてアクションして回収みたいな、もうその一時のパターンだけをしっかり食わせに持っていけるっていう使い方になります。なので浅い場所を狙うとか、よりピンポイントにカバン狙えてった時は、誘いじっくり誘い出すっていうパターンじゃない場合はこの使い方もいいと思います。なのでまあ例えば地形の変化を狙うとかいう場合はさっきの最初のボトムバンピングの仕方がいいけど、よりカバーに狙いたい場合はでより広範囲に探っていきたい、まあ、時間がないとか美味しそうなカバーに対して、手返しを打ちたい場合はさっきの使い方、数回しゃくっても回収みたいな、フォールで結構食うパターンってあるので、まあこれは結構ハイシーズンで使うかな。まあさっきのはその数回で渡るパターンはそうですね。でまあさっきのその沖を狙うバージョンはしっかり足元までやってあげて、こっちのバージョンは周回してすぐ回収、投げて周回して回収みたいな形で使っていきます。もうこのボトムパンピングは2パターンかなと思います。で次ですね、次スイミング、まあ、スイミングっていうのは最近ですね、まあ、種類いっぱい出てて、そのスイムジグとかの用のヘッドって出てるんですよ。それをまあ使ってあげたらいいかなと思います、巻く分には。ただラバージグでスイミングするっていうのは、まあ、例えば、こっちの左の今木がこうポッて出てるじゃないですか、まあ、あのところにやるんだったらこうやって巻いてきてて、いいところで落とす、で着底する、でもう一回巻いてあげる、落とす、まあそんな感じですね。なんで一定の場所に対してそのボトムバンピングで細かく刻むんじゃなくて、横の動きでこう反応させてフォールで食わすみたいな感じの使い方になります。なのでしっかり巻いて使いたいって場合はスイミングジグとか あの例えばまあレイドだったらヘッドスライドとか、クオンだったらバレッジスイマーか、ああいう感じのそのヘッドのスイミング特化したものを使ってあげた方がいいんですけど、よりフォールで食わしたい、フォールをそのスイミングさせながら横の動きと縦の動きを緩急つけて使いたいって場合はこのラバージグのスイミング非常に効果的です。まあ、投げてもらってこうふーっと持ってきてて、まあ、あのオーバーハングの下ら辺で落としたいってのは落としてあげる。スイミングというよりは縦と横 その使い分けに関して、かつフォーリングで食わせたいって時に使う借り方がラバージグのスイミングかなと思います。でしかも今回ですね、ラバージグのトレーラーって大体こういう系使ったりするんですけど、まあそのスイミングさせても全然使えるんですけど、まあその縦と横をしっかり緩急よく出すっていう使い方になります。まあこの使い方何がいいかで、縦ストですよね。さっきのまあ金でもいいんですけど、例えばまあこういう、まあここはあんまないな、ああいうストね、ああいうその足元に入ってる木のところとかこう持ってきてて木があるんでそこで落とす、まあ、縦と横の動きをそういう縦ストに対して、縦ストラクチャーに対して杭とか、まあ、例えば橋脚とか、まあ、人工物でもいいですよね。そういう縦で入っているものに対してフォールさせたいときにスイミングさせてシュッと落とすみたいな感じの使い方が非常に効果的だと思います。で次ですね、次がジグスト、まあ、これ最近ちょっと出た、まあ、キムケンさんとか動画でやってたんですけども、まあ、小刻みに、まあ、投げてあげてこう、まあ、シェイクしながらラインをちょっと捌くような形で巻きながらこっち手前に持ってきてあげる。まあ、さっきあの縦スト狙うというかスイミングのところでちょっと解説したんですけど、フォールがこう常に起こってるみたいな感じの使い方になります。まあなんとかストって結構あると思うんですけど、まあそれと一緒ですね。投げてもらってこうちょっとさばきながら持ってきてあげる。まあこれ何がいいかって、幅広い層をしっかりサーチしてあげるし、その一瞬のフォールで魚にスイッチを入れてあげることができる使い方になります。まあ、リフト&ホール最初紹介したあのゆっくり上げて下げるって形をめっちゃ激しくしてあげる感じですね。なのでその緩急の差で魚が思わず食ってしまうみたいな、
ただなんかリフト&フォールって結構そこを狙う使い方なんですけど、これは全然シャローでもいいですね。まあ、例えばこういうシャロー側に投げてあげて、もういきなりジグストアしてあげる。これで今ラバージグがこういう感じにこうバーって動いてくれてるんですけど、これでスイッチが入って食ってくれるってパターンもあります。まあ、なのでサーチ的な要素として使えますね。こういうやっぱブラシガードがついてるものなので、カバーに対してもその、まあ、結構恐れなく突っ込めるってところもあるし、それ投げながら、ちょっと何やっていいかわからないとか、まあ、釣れな状況がわからない水中の、そういう時にこのジグスト非常におすすめです。でしかもレンジもいろんなところ、まあ、ボトムというよりは中層からシャローにかけてをこう使うっていう使い方になります。まあ、ちょっと何やっていいかわからないとか、いう状況で非常に使えます。はい、じゃあです今回ですね、この5つのアクションについて紹介していきました。まあそうですね、ラバージグって、まあ、今解説した通りもう何でも使っていけるんですよね。いろんな層もいけるし、食わせにも特化してるし、まあいろんな使い方ができるルアージャンルですね。まあ最初からですけど、今っていろんな形のものが出てたりとか、その使う用途によって若干こう手が加えられてたりするので、まあその辺選んであげるのもいいと思います。まあオールシーズンですね、非常に強力的なジャンルになります。でまあそのシーズンごととか使いたい状況によって、先ほど紹介した5つのアクションですね、使い分けてあげることで、ラバージグってすごいもうただただカバーを打つものだけじゃなくて、幅広い使い方ができるので、ぜひぜひ覚えていただけるといいと思います。まあ、反応がない時とか、この使い方してて反応がない時とかに切り替えてあげるとかしてもいいと思います。まあ、正直これ1日押し切ってもいいっていう時も正直あると思います。まあ、食わせの能力が高いだけじゃなくて、しっかり地形変化も把握できるし、カバーに対してもしっかりこう送り込んであげるので、まあ、練習できますよね、そういう面でも。まあ、いろんなところに恐れ多くなく突っ込んでいけるし、しっかり食わせの要素もある。でルアー自体がしっかりそのアクションしてくれる、まあ、フォールの時も食わしてあげれるし、着底した時にちょっとしたこう倒れ込みとか、ちょっとしたアクションでラバーがふわっとなってくれることで、ルアー自体がしっかり仕事をしてくれるので、それにちょっと釣り人側でプラスしてあげることで、まだそのラバージグの特性というか使える広さが圧倒的に広がるので、ぜひぜひ今回の動画参考にしてみて使ってみてほしいです。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。